竹の一説、日高川義太雄説、日高川の場面を描く。洋州地下信が、安鎮、清姫伝説とは、奇襲道政治にまつわる伝説のこと。思いを寄せた層の安鎮に裏切られた少女の清姫が、激怒のあまり蛇に変化し、道なり寺で金ごと安鎮を焼き殺すことを、内容としている。月岡義都氏が、 和漢百物語1865年安鎮、清姫伝説とは、和歌山県日高川町にある、天台宗の寺院である道成寺にまつわる、平安時代の伝承にして、仏教説話であり、若き宋安鎮と清姫の秘伝と情念をテーマとして、能、歌舞伎、浄瑠璃など様々な題材にされてきた話である。道成寺演技とも呼ばれる。安鎮清姫の伝説の原型については、 説話として古く、平安時代の大日本国発見元気、婚弱物語集に現れる。これらの話は若く美しい僧が老僧と二人で産経の旅をしている途中、若い家父の家に宿泊したところこの家父に結婚を迫られ、産経の帰りには意味そうという約束でごまかそうとするが、帰りを待ちわびていた家父は騙されたことに気づいて、 嘆き地にしおろちになり果てて道なり寺まで僧を追いかけ、金の中に隠れていた僧は焼かれ死ぬというものである。そして若い僧は、道なり寺の老僧の夢の中に、蛇の姿で現れ自分は、蛇の女の夫になり子の姿になってしまったと、嘆くが、老僧のほっ行によって、邪道を離れて、女と共に救われるという結末で終わり、ほっ行の力の懸念を目的としている。 さらに古くは、古事記のホムチワケ王説話に、出雲の小江側における蛇女との婚礼の話にも、類似性があり、誉れつ別名が三景の旅の途中、宿泊先で女を目取ったと時その姿を覗き見て、正体が蛇であることに気づき恐れて逃げ出すが、おろちに海を越えて追いかけられ、大和へと逃げ延びるという内容である。またい説としては、日高川蔵史がありこちらは、 見学と花姫の名でありあらすじも大きく異なる。安鎮、清姫伝説の内容については、伝承によって相違があり、よく知られているものは次のようである。時は、第五天皇の御用、延長六年夏の頃である。欧州白川より熊野に参景に来た僧がいた。この僧は大変な美形であった。紀の国室郡正子の生治聖事の娘は宿を借りた。 アンチンを見て一目惚れ、女だてらに呼ばいをかけて迫る。アンチンは参拝中の身としては、そのように迫られても困る、帰りにはきっと立ち寄るからと騙して、参拝後は立ち寄ることなくさっさと言ってしまった。騙されたことを知った清姫は怒り、裸足で追跡、道なり寺までの道の途中で追いつく。アンチンは、再会を喜ぶどころか別人だと嘘に嘘を重ね、さらには、 熊の権限に助けを求め清姫を金縛りにした、月に逃げ出そうとする。ここに至り清姫の怒りは天を突き、ついに邪神に、化け安珍を追跡する。伝とさ三重が、道なり寺演技。邪神となった清姫が金の中の安珍を焼き殺そうと、する様子を描いたもの。日高川を渡り道なり寺に逃げ込んだ安珍を追う者は、火を吹きつつ川を自力で渡る、蛇の姿である。 私森に追手を渡さないでくれと頼んでもこれでは無意味であった。読んどころなく盆栓を下ろしてもらいその中に逃げ込むアンチン。しかし清姫は許さず金に巻きつく。因果応報哀れアンチンは金の中で焼き殺されてしまうのであった。アンチンを滅ぼした後、清姫は蛇の姿のまま受水する。畜生堂に落ち蛇に転生した二人は、その後、 道成寺の十字のもとに現れて、供養を頼む。十字の唱える、ホッケ行の孤独により二人は成仏し、天神の姿で十字の夢に現れた。実は、この二人はそれぞれ、熊の権限と完全音菩薩の化身であったのである。と、ホッケ行のありがたさを叩いて終わる。いわゆる安珍清姫伝説の内容はおおよそ以上のようなものであるが、古い文献などが伝える。 伝承の内容は、これとは相違する点がある。大日本国ホッケ元気巻きした第129、木の国ムログ悪女、根弱物語集巻、き、第14第3、キーの国道政治の総写し、ホッケ9、蛇語では、少女の代わりに若い家婦が登場する。また、宿泊するのは、老若二人の僧である。若い僧に逃げられた後起こった家婦は、新女で死に、 その真珠から体長五広の毒蛇が現れ、僧を追って、熊の街道を行く。道成寺で僧を焼き殺す点は一致しているが、蛇道に落ちた二人を成仏させた僧にも、前世からの因縁があったとしている。道成寺演技では、主人公の女は、政子の政治の娘ではなく、嫁である。いずれに聖与安珍、清姫の名はまだ見られず、安珍の名の書室は、原稿釈書。 清姫の名の書失は、浄瑠璃、道なれ寺現在蛇鱗ことされる。また、政子の里では別の伝説が行われている。大きな相違点を挙げると、以下のようになる。さらに遺説としては、清姫は当時鉱山経営者になっており、安ンが清姫から交渉費図を借りたまま返さないので、怒った清姫やその鉱山労働者が安ンを追い詰めたという話があるの春。 金を再興することにした。二度目の金が完成した後、女人金星の金供養をしたところ、一人の白拍子が現れて金供養を妨害した。白拍子は一瞬にして蛇へ姿を変えて金を引きずり下ろし、その中へと消えたのである。清姫の怨霊を恐れた僧たちが一心に記念したところ、ようやく金は首楼に上がった。しかし清姫の怨念のためか、新しくできた。 この鐘は、音が良くない上、付近に災害や薬病が続いたため、山の中へと捨てられた。さらに200年ほど後の天正年間、豊臣秀吉による寝頃攻めが行われた際、秀吉の合心、戦国秀久が山中でこの鐘を見つけ、合戦の合図にこの鐘の音を持ち、そのまま京都へ鐘を持ち帰り、清姫の怨念を解くため、あらは、本北家州の総本山である。 妙満寺に金を納めた。鳥山石炎の妖怪画集、今弱百鬼周囲にも、道成寺をと題し、かつて、道成寺にあった九段の金が、石炎の時代には妙満寺に納められていることが、述べられている。道成寺の安鎮塚伝説の舞台となる道成寺には、安鎮塚がある。清姫の生誕地とされる正子は、現在の熊野古道の中辺地付近にあたるが、ここには、 清姫の墓と伝えられる石灯があるほか、清姫淵、衣係松、清姫のぞき橋、鏡岩など、伝説にまつわる史跡が数多く残されている。また、熊野古道潮見峠越えにある、田辺市指定天然記念物の大木、ねじきの杉は、清姫が、安珍の闘争を見て口をしんで身をよじった際、一緒にねじれてしまい、そのまま大木に成長したものと言われる。 呂満寺に収められた道成寺の鐘は、現在でも同時に安置されており、寺の大僧上の供養により、清姫の怨念が溶けて、美しい音色を放つようになったとされ、礼法として同時に伝えられている。毎年春には、清姫の霊を慰めるため、鐘供養が行われている。道成寺関連の作品を演じる芸能関係者が、舞台安全の祈願に訪れていた時代もあり、 芸能精進を祈願して寺を訪ねる芸能関係者も多い。芸能を主に様々な作品の題材として広く取り上げられた。前期、後日談の部分が用いられることが多く、そのため安心を直接舞台に出すことなく女性の怨念の物語として世界を展開することができた。トントンお寺の道場を実に兼ねくだろいて、 身を隠し安心清姫蛇に化けて七十に巻かれて、一回り一回り、清姫日高川に蛇からだとなるのず、ありがとうございます。